はい、ではスーパーファミコン、ファイアーエンブレム、紋章など暗黒戦争本戦争編のパート31行きましょう。バコス。はい、バスといらっしゃい。とりあえずゴードンであいつを倒そう。そう、鉄の弓がなくなるの。力も上がってほしいけど、速さも上がってほしいな。あ、そのためのスピードリングか。よし。たらもう一箇所。奴隷はいらねえかい？今なら売れ残りの汚ねえガキばかりだから安くしとくぜ。コミさんありがとうございます。アイテムは誰が使うか迷うとこだけど、天使の衣は1コアマルスに使った方がいい。HP アップのやつだよね。それね。それはね、ちょっと考えた。こんな子供ばかりを、なんてひどいやつだ。命が惜しかったら子供たちの鎖を解いて今すぐこの場所から立ち去れ。え、アリティア軍？わあ、助けてくれ。君たち辛かっただろう。でももう大丈夫さ。安心して帰りなさい。君はどうして行かないの？私は帰るとこがありません。あ？え？君は女の子だったのか。でもどうして男の服を？女にしか見えないんだが私はミロア司祭の娘リンダと言います。ガーネフから逃れるため男の姿に変えていました。でも奴隷商人に捕まってしまって。そうだったの。君があのミロア大司祭の娘。でもよかった。君のことはニーナ様も心配していたよ。今日からはみんなと一緒だから、もう辛い目には合わせないからね。いえ、マルス様、私も戦います。お父様から託されたこのオーラの魔導書、ニーナ様のお許しがあれば使うことができるのです。お父様の仇、ガーネフを私の手で倒したいのです。子供ながらに。うまく言ってもマルスの最大発は40超えないから。なるほどね。そう、ラスボスくらいはね、マルスで倒したいから、HP を上げといた方がいいな。あれ、なんか変わってるぞ。顔が変わってる。クラスチェンジしないからか。そうだよね。オーラの書。そうか、魔導士か。こいつは育ててもいいかな。てか、強くね？ 21 もあるんだけど。エクスカリバー並みに強いんじゃねえか、これ。エクスカリバーって、あ、エクスカリバーよりも強いのか。すげえな、オーラの章。あれは本当、ドラゴンとか、そういう特殊なやつ。忍者は強いけど、打たれ弱い。うん、打たれ弱いね。守備含めても HP20 しかない。強い魔法持ってますよ。強い魔法持ってますね。エクスカリバーは必殺で安いからな。そうだね。こっちは必殺は多分出にくいんかな。ちょっと武器。威力20か。必殺0なのかな。そして武器レベル0、なしか。あ、これってもしかしてさ、リンダ専用だったりする？オーラは一撃が強い。エクスカリバーは特殊効果が多い。なんかあったっけ、特殊効果。飛行系に特攻っていうくらいじゃないか。あ、必殺が高いのか。まあ、どっちも、必殺ある分そっちの方が強いんかな。まあ、ボスキラーだよね。こいつも。あとで、サンダーとファイヤーの章を渡しておこう。
スでお金もらえるかと思ったらお金もらえないなぁ。とりあえずミネルヴァ役目果たしたから、あとは特攻、軽い、命中高い、必殺で安い。かなりのボスキラーなやつだね。ドラゴンのブレスは生身の人間には到底防ぐことはできんぞ。どんな防具もまるで役に立たん。まともにぶつかるのは危険じゃ。そいつがいるからな、今。そろそろ増援が来る頃かな。それともあれかな、特定のエリア入ったら増援かな。これなぁ、確実に誰か20耐えなきゃいけないんだよな。動画か。やっぱり。ここまで出そうかな。あんまり出しすぎると。増援が来そうだしな。砦が敵陣の方にあると増援を疑うね。スナイパーの対処もしないといけないからな、大変だな、ここ。どうしよう、ジュリアン。こいつも情報収集に回そうかな。アカネイヤの王家には古くから伝わる3種類の武器がある。これが三種の神器かな。炎の弓、パルティア。岩音も貫く槍、グラディウス。グラディウスって名前さ、探検とかのイメージなんだけど。ダガーというか。そして幻の剣、メリックル。それらを手にする者には神のご加護があるという。グラディウス派がバー系のイメージだな。だねえ。槍っていうイメージがあまりないよな。そういえば。そうだい。はい、ハミュさんいらっしゃい。こんばんは。ここで受け取るか。受け取る、サンダーとファイヤー。どこだ？あった。現実は探検のはず。そうだよね。やっぱり
探検のイメージの方が強いよね。グラディウスっていうと。よし。で、情報収集終わったら、こいつら買い物係だな。町外れに、奴隷市場が立ってるってよ。しかし、どこで拾ったか汚いガキばかりだけどよ。町外れって、ここのことか。ここのことか。ここは赤根屋のノルダの町。武器や道具屋を覗いてごらん。珍しいものを売ってるよ。ほう、珍しいもの。なんだろうか。どうしようかな。オグマ、回復しとくか、一応。ガレナもな、何気にレベル13まで上がってんだよな。そろそろ経験、レベルを抑えたいな。俺はペアってから現実切ったから終点図ゲーム矢印あり矢印探検とイメージが変わった。ああ、確かにグラディウスって確かに終点ゲームであるね。確かに、確かに。さーて、どこまで前進させようかな。なんかなぁ、3マス以上は絶対ある気がする。5マスくらいあるんじゃないかな。シューターだもんなぁ。ゴードンの上級職が、アーチャーからスナイパーだよね。早くスナイパーになりたいな。移動力2プラスされんの。嬉しいぞ。早く移動力上がってほしい。お、マジで思った以上に投げ。あ、当たらなかった。よかった。え、ちょっと待って。思った以上に長くね？何マスよ？ 10 マスくらいある？ 3、4、5、6、7、8、9、10マスか。うわ、マジか。シュータは3マイナス10だったはず。なるほどね。うん、多分ね、1マス、2マスくらいはね、隙あるんじゃないかなとは思ってたんだけど。そうか、一足飛びで中まで行かないと、ダメだな。とりあえず、お前役立たずだ。君は役立たずなんで下がりましょうかね。全体的に下げよう。ここまで来るから、よくこいつ狙われなかったな。あ、そっか、これ飛行特攻じゃないからか。移動と攻撃範囲見れなかったですっけ。18カメさんいらっしゃい。これしか見れない。今移動こんな感じ。これしか見れない。この
スーパーファミコンのファイヤーエンブレム、紋章の謎では。残念ながら。見たいんだけどね。できれば見たいんだが、見させてくれない。いやだね、赤根家が滅びてからこの町も錆びれたい。こんだけか。戦争が嫌だね。いつだって泣くのは女と子供さ。あんたもいつまでもそんなことしてないで、早く恋人の元へ帰ってやりなよ。こいつに恋人いるの。誰にでも言うのか、あのセリフは。まさか個別に設定はされてないとは思う。あ、とりあえずこれで突っ込むか。攻撃はやめとこう。さあ、あとは（笑）あとはどうなるかだな。増援が出てきたらボコボコにされそうな気もするわ。ジュリアンの恋人はリチャードでしょ。リチャード、ジュリアンの恋人、リチャード、リチャードって誰だ。リチャードなんかいたっけ。リチャードって誰だ。出てきた、出てきたっけ、いたっけ。やることないからターン終了。あ、まずい、死ぬ。やべえ。燃えろ、血も肉もすべて燃え尽きろ。ジュリアンはプリプリの歌だよ。やべえ、あ、避けた。すげえ避けた。そして逃げよう。やべえ。やばい。逃げなければ。そうか、射程をこいつ見てなかったわ、こいつの。そうだった、射程9案だったな。おもろない。おもろない言うなし。だけど一旦逃げるぞ。少し下げようか。やべえ。よかったー。死ななかったと思うけど。食らわなくてよかったよ。そうか。対処できんのこいつだけだな。あ、でも特攻でやっと21か。あれ、火のブレスって1マスにも来るよね。まあ、マリク耐えれるからいいか。あれだな。あいつ迎え撃つのに。リカードだったごめん。あ、リカードね。ごめん、リカードね。もう殉職してます、すでに。死んでるんだよ。登場したその回に死んじゃったよ。このマップ最大のポイントは、シューター倒そう矢印ジャーヒユーザー、なのに。避けたね。運よくね。あいつの射程をすっかり失念してたよ。狩りを襲ってくるよな、多分。あ、もしかしてここでさ、実はブリザー変えたりする？買い物。買う。売ってるじゃねえか。
撃ってたよ。手使っていくか。はい。どうしよう。とりあえず2個でいいか。もう1個。予備でも買っとこう。あと武器の何かだなぁ。今じゃならず者がのさばって外を歩くことすらできないのよ。倒したから出歩いてくださいな。ドラゴン相手だと遠隔勢がなぁ役に立たないってのは悲しいな。さあ、ドラゴンは、出てくんのか。あ、出てこねえ。うわ、マジか。あいつ出てこないんかい。困ったね。めっちゃ困ったぞ。これどうすんだ。下流の一撃は大体熱帯出るけど、それプラスシューターまで来たらやばいんじゃないか、これ。ここは動画に任せるしかないか。つってだな。で、なおかつ、次のターンでシューターも倒しに行かなきゃいけないよな。か。一足んねえじゃねえか。動画一足りない。一応、移動するボス。だから基本動かないよ。待ち姿勢。なるほどね。移動するボスか。確かに、セリフ吐いたしな。そうか、逃げの姿勢はダメか。あれ？あ、ここか。困ったなぁ。あの夫人がなかなかいやらしいな。あと、ここだけか？アーマーキラーとナイトキラーが売ってんのか。ナイトキラーそんな高くないけど、アーマーキラー高い。
どうしようかな。それぞれ何本持ってたっけか。それぞれ1本？ん？実はこれは2本あった気がするな。で、ナイトキラー1本か。掴むことを聞くんだが、このナイトキラーって、ホース面に聞く。かな。ホンナイトキラーはいらない。使うこと少ないから。ソシアルナイトとパラディンくらいかな。あとは、歩行状態のナイトもか。いや、ホース面に聞くんだったらまだ使い道あるかなと思ったんだけど、馬乗ってるの全部。ホース面は効かなかったはず。ああ、馬乗ってるの全部だけど、ホース面はやっぱ除外か。そうか。だよなぁ。そしたら1本あれば十分なんかな。アーマーキラーは日本、確か傭兵2人が持ってたと思うんだよな。ああ、とりあえずいいかな。武器はいいや。あ、間違えた。聞いたかも使わないからよく覚えてない。どっちだろうね。いや、ホース面上級職で HP 高いからさ。聞くんだったら、と思ったけど、あまり持たす余裕もないのか。さあ、どうかよ。頑張って。余計田植えで耐えてくれね。あ、そしてね、今日はこの枠で終わる予定なので。次枠予約を無効にしました。あと配置はどうすっかな。これくらいか、いじるとしたら。アーマーキラーとドラゴンキラーは使う。相手の守備が高いから。そうだよね。あ、違う。あ、そしたらアーマーキラー買っといた方がいいかな。予備で買っとくか。そしたら。もう2本ほど。上に向かわせようかと思ったけど、買い物で終わってしまった。さあ、来い。とりあえず避ける。とりあえず避けてくれ。避けろよ、37%。あれ？襲ってこないぞ。どういうこと？どういうこと？ちょっと待って。お前なんで来ねえの？取り出って移動2だっけか。消費。ここじゃないとダメだったかもしかして。マジか。俺取り出は移動機から2だって昨日言ったよ。だよ。来ないよ。あ、出ては来ないのかもしかして。あれ？まあ、いいや、とりあえず回復して。とりあえず回復して。そうだね、言ってたね。38個目さんいらっしゃい。じゃあ、この続きはまた、次回だね。まあ、そしたら動画とりあえず次ここに出して様子見ましょうかね。というわけで、本日はこれで放送終わろうと思います。見に来てくださった方ありがとうございました。お疲れ様です。